ス、聞いてくれ。マザーベースへの外敵侵入に備え警備を強化したい。そこで新たに警備班を設立、彼らを各プラットフォームの防衛に当たらせようと思う。構わないな。今後は警備班の成長にも気を配ってくれ。それからもう一つ、外敵によるリスクを分散するために FOB を建設したい。基地が増えればより多くのスタッフを迎えることも、より多くの資源を確保することも可能だ。少年部隊のコマンダー、ホワイトマンバを捕らえマザーベースに回収してくれ。マラヤマサへ向かうんだ。子供たちのコマンダーだ。ある日忽然とマラヤマサに現れるや、子供たちを戦闘部隊にまとめ上げ、この地に新しい秩序をもたらした。現地では白い毒蛇、ヨカヤムペンベと呼ばれ恐れられている。その名の通り、ホワイトマンバのプロヒールは一切が白紙だが、現地ではブラックリストのトップだ。決してたやすくはない。恐るべき子供だ。殺傷武器を使うことは許されない。子供たちをフルトン回収できるようになれば少しは楽になるはずだが、子供たちを無力化してもいずれは目覚めてしまう。支援ヘリにターゲットホワイトマンバは
突如この村に現れ子供たちを統率した。以来辺りの村では略奪などの被害が頻発している。このコマンダーを回収すれば子供たちは降伏せざるを得ない。事態は収束するだろう。彼らはまだ子供だ。隊長以下全員一人の殺傷も許されない。いざという時は気絶、睡眠などで無力化するんだ。開いてる間も時は止まってくれない。見ながら移動もできるが周りには気をつけろ。子供たちに殺傷武器を使うことは許されない。子供たちをフルトン回収できるよ。子供ではフルトン回収の衝撃に耐えられまい。回収するならヘリまで運んでくれ。戦闘部隊にまとめ上げこの地に新しい秩序をもたらした。現地では白い毒蛇ヨカヤムペンベと呼ばれ恐れられている。その名の通りホワイトマンバのプロフィールは一切が白紙だが現地ではブラックリストのトップだ。決してたやすくはない。恐るべき子供だ。
部隊の少年。彼らは銃を持ち、それを使うことができる。子供たちを無力化してもいずれは目覚めてしまう。支援ヘリに運ぶ手もあるが、ここは短期決戦で勝負をつけるんだ。ホワイトマンマ部隊の少年。彼らは銃を持ち、それを使うことができる。撃て。はわかるか。マップ上で目的地にマーカーを設置しておけば、マップを閉じてもその場所を見失うことはないぞ。ホワイトマンマ部隊の少年。彼らは銃を持ち、それを使うことができる。